こんにちは、スイッチマンです。第2次スパロボ OG、第35話始めていきます。前回はめんどくさい女、スレイの相手してたら、バルイーグルがやってきました。衣類が現れて、ガーネデン関連のが出てくるようになりました。では、インターミッションです。ラインバイスリッター、ライゼンガーとアウセンザイターの攻撃力を上げます。あとすぐエネルギー切れになるので、エネルギーも強化しときます。てか、マジで資金足りない。もう中盤なんですけどね。それでは始めていきます。それではスタートです。今回は陽気人が相手か。まずはレーテルとビリアムでの大激励を。熟練度獲得条件が飛竜界に被弾させずに陽気人を全滅させるとなっております。このタイプのがちょこちょこありますね。もたもたしてるとわらわらと寄ってきそうなので飛ばしていきます。アルテリオンを DF にしときます。しかし、DF って何の役なんだろ？戦うんだ！相手が倒れたぞ！お前は出力射程に専念しなくていい！ハングラック！とアイビスももうちょいでエースになれます。エースを増やしてちょっとでも資金を増やしたいとこです。なんか今回あの手のやつが多くねえか？光を打ち込め！
張れよ、時間と時間稼い。この道は強化が進んでるので、安心して任せられます。宇宙情報を向く、ジャイゼンアー転換。バルタスを受け、ガカリハクラッテ。こっち側はカチーナに任せます。あのデモンは任せてください。目障りだぜ。カチーナ中一君のバンドバッグになりやがれ。ドラ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 、いやちょっと待てやめ。インタノーボッコボコです。竜騎陣とかの改造に手が回ってないですね。竜騎陣を止めなきゃ。飛竜会はショーンでひらめきを使っときます。今回、3式が強制グリッドだったので、もう片方にはレオナを乗せてます。じわじわと樹液に群がる昆虫のように飛竜界に寄ってきます。化け物相手で逃げてみせる。敵戦に持ち込む。バングラクルカセイナアクアの幸運使うの忘れてました。勇気たちが削ってくれたのでタスクでとどめです。コンビネーションとか久しぶりかも。くじと狙いは外さねえ主義でな。光を打ち込め。ちょっと見ないうちに後期が黒くなってやんちゃになって帰ってきました。男子3日合わざれば刮目してみよってやつですかね。竜神器剣山です。刮目してみよ。剣山です。
か。ブリット君はもったいないぜ。では、レティーナはノルマの達成を。攻撃中、目標を撃墜すれば艦長のブロマイドを進呈しますぞ。そんなものをいつの間に。攻撃、ブロマイドゲット。突撃使ってくれイモア。騎士の魔物を退治するって、いかにもファンタジーよね。クレイモア、やれると思うなよ。強し、ランページゴースト使うより備え付けノブ使ってた方がいいんじゃなかろうか。あの手しかいなかったら、ガンガンいけるぜ。グランマスペシャル、カチーナとラッセルにも合体攻撃用意してくれ。カチーナは獅子王ブレードかなんかで、ラッセルは砥石で殴るとか。メモを撃破するコータ、分かってる。ファイタービームドン、セット、騙した。おいいセット、狙いはついた。撃ち抜いてる。メモスターキノン、シュート。これ倒せばあと1招待だけです。スククルが非誘拐になんかしてきても、ひらめき使ってるので大丈夫です。ブリットは無視してクッハを狙うのか。ブリット並みだね。マジで狙ってきやがった。腐敗の底でうごめくやからが。あ、危ない。艦長、もう回避した後です。目標を逃がしてはなりません。それでわらわをほぐる気か。ひらめき使っといてよかった。とりあえず、猟奇人を始末してしまいます。妖怪退治ってのもあるかね。ワイドに攻めるぜ。ゼロメ。あとは光雨機とククルです。攻撃はブリットで説得できます。これ、もし説得しなかったらどうなるんだろう。もう二度と有効が使えなくなるとか。とりあえずククルのマガルガを決済ギリギリまで削っていきます。暴れまくりインディちゃん、行ってみましょうか。こちらの手は読ません。はーい、こっちこっち。気を取られたら
ッチボール、ダンク。飛ぶぞ、エキサレン。セルフよ、ケーキ。ガッキーン。ウエトレン。こいつもだ。とどめを撃つぞ。よけ、せーの。いけ。無礼者の目が。読み中導いてやろうぞ。はっ。早めに動けばこれくらいは。無数走行の力、遠慮させていただく。この身で僕と味わえ。私に出会えば全乱存在。まずはこちらの数以内運用の立ち、この身に仕方を受け止めよう。追えろ、回転を。我が舞が終わったとき、そなたは息絶えるのだ。前、マナルダ、姫の舞を。そうし、その程度の腕で俺に挑むか。ククルを倒すので囲っておきます。攻撃は適当に相手しときます。攻撃します。奥義竜王ランク。悪さしないように囲んときます。ではククルをもうちょい削ります。よし、ではゼンガーで倒したいけど、ランページゴーストがちょっと不安なので、竜鬼殺の援護も使っておきます。これなら倒せるでしょ。さあ、待って、こちらも次の舞を見せよう。行ってみましょうか。こちらの手は今こそ我らの力を見せることを。かり承知。仕掛け。かあ。この今が駆け抜ける時。
何、あやつの残残党はヤチカの剣とでも言うのか。はーい、こっちこっち。気を取られたな。私の援護つけたいでよかった。次はわらわが舞う番じゃ。我が舞でよもつぎヶ坂へ送ってやろうと。白いパンツ履いたる。行くとも、パン様、たまとまる様、フルベ、ゆらゆらとフルベ。この俺と大善顔を押しとどめるとはな。調査、あとは自分が。踊りなら私だって。急に逃げろ。明日を攻撃させる。アレル展開セット。前から消え失せろ。マガルガの舞が通用せんのか。落ちてしまうか。またブラキエースか。HP2 万以下で絶対ですが、倒します。雑魚戦は破食へ行きます。ははははは、敵がゴミのように散っていく。一正体だけでも使ってくるんやね。お前たちに冷然たる恐怖を与えよう。とりあえずブラキエースを囲みつつどこを始末します。ブラキエースは仲間になるとのことですが、一体どういった存在なんだろう。このブラキエースがお前たちを破滅へと導く。氷のガーダ。俺を狙ったところで私の遅れたな。私のだ。アストエイルならば。
では、削っていきます。領域金庫棒でいきます。行くわよ、竜神器。東海竜王、新人説、領域金庫棒。海中撃。人も、もっとあがくなる。さあ、恐怖せよ。後悔の中で死ぬがいい。ウィリティグラデース。お願い、粘土フィールド。はい、猫盾。クッハはあのパイロットスーツなのに揺れてすごいなぁと思ってたら削りが終わってました。とどめは凌介のマキシマムブレイクでいきます。下級か、これで落ちるかどうか。マリッサがもらったわよ。エルクイの新一戦貫かれる狂念を。誰もジョーカーを切らせてもらう。我はゼンガーゾンボル、悪を断つ剣なり。抜けられると思うなよ。我が一方は下手しない。ここでスタッシュよ、メリオレーシュ。おたけリアクチャーでしょ。小生がお前の運命を導く。まずはこちらだ。ブラキエースは人間なのか、どんな感じでこちらに合流してくるのか楽しみですね。ということで、今回はここまで。
ご視聴ありがとうございました。